いつもロペライオチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回は2018年モデルアウディ RS3 スポーツバック、こちらのレビューを行います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは今回もノーカットでお送りいたします。安心安定のスペック紹介、どうぞよろしくお願いいたします。はい、アウディ RS3 スポーツバックですね。直列5気筒、ごめんなさい、 2.5 リッター直列5気筒ターボチャージャーエンジンですね。パワー出力の方が最高出力400馬力、トルクの方が 48.9kgm というスペックになっております。はい、 OK 出ました。ありがとうございますよかったありがとうございます、はい、ね、もう毎回ね、僕も聞いててね、はい、ちょっとヒヤヒヤしますけども、いわゆる後期モデルってことですよね。はい、一応確かこれ2015年から、ね、出てるモデルになるんですけど、はい、2017年の終わりから、はい、から後期モデルという形で、まあ、フロントとリアのデザイン変更と大きく違ってくるところが、エンジンパワー、これが367馬力から400馬力に変更されている。うん、あと合わせて、車両重量も軽量化されていると。あ、なるほど。はい、という形ですかね。じゃあ早速いつも通りですけども、はい、外装から見ていきたいと思います、はい、ミロノさんといえば昔ね、アウディの A7 もね、3リッターでしたっけ。3リッターです、ね、所有してたことがあるぐらい、はい、アウディ大好き。アウディ大好き。ちょっとこの、ま、昨日ですかね、たまたまネット見せたんですよ。はい、Q8 って言うんですか。あ、ね、要はウルスでしょ。かっこいいじゃんってちょっと一瞬思っちゃいましたね。僕はね、でも Q8 って、こっからはメンバーシップでだから皆さん、新車で買えるんだったら行った方がいいです。普通のベースグレードのディーゼルでいいですから、はい、あれ絶対値段ね、いい値段つきますよ。絶対って言いましたけど、それは嘘ですと、まあ、はい、プチ情報と、そういうことですね、はいはい、ということで、はいはい、まあ、全くこの車と関係なくなっちゃってましたけど、はい、じゃあまずね、ちょっとぐるぐる、はい、やっぱ RS だからこの蜂の巣状みたいなね、はい、グリル。 あとせっかくなんで5気筒見てみましょう。あ、はい、はい、ちょっとエンジン開けますね。なんだよ、気づいちゃいましたね。このカーディシーライトって不意にだよ ね、ついてないと思って開けるとおーおーおーってなっちゃうね。でも僕はあんまテンション上がらないかもしれないですね、それ。本当、はい、こっそりこうやって変えてつけたり、メルセデスベンツのスリーポイント、多分そしたら結構喜んでると思うでしょ、はい、わー誰だ嬉しいっつって、あの時話してた、あいつかっつってあいつか、うん、プライベートであいつって言われてますからね、はい、なるほどね。あ、これやっぱさっきのというか X2 と比較してもやっぱ全然違うですよね。そうだね。あ、まあでも X2 はさ、ここのパネルがなかっただけでさ、ね、この下にやっぱコアサポートとかそういったね、はい、あれがあるから、まあまあ、だけどあれはすごかったね、はい、まあ、これで5気筒、はい、こんなエンジンです。はい、色が、はい、マコーブルークリスタルエフェクト。マコーブルークリスタルエフェクト。マコーブルー。マコー。マコー。はい。マコー、そうですね。はい。なるほど。はい、これオプションは？オプションの方が、まずこの色じゃないですか。あ、やっぱ色もオプションなんだ。これ色はそのオプションカラーです。はい。で、あとがインテリアのカーボンデコラク。クッティブパネル。あ、まずインテリアね。はい、ちょっとじゃあインテリアのこのカーボン見てみましょう。インテリアのカーボンって、あー、メーター、あのあれだね、ダッシュボードのちょっと下あたり、はい、ここがカーボンになってる。これオプション、金額出てますか。金額が多分約7万円。7万円ぐらい、はい。で、あとはアウディのマグネティックライド。なるほど、マグネティックライドがついてて、でインテリアはそんなもので、まあ、あとは細かくドライブレコーダーがあって、はい、あとは、アルミのルーフレール。あ、こ
これ、はい、オプションだって あの一応あっちの白にはついてないんですよ。本当だ、向こうの白もね、すごいよね、2台あるってすごいよね、はい、向こうセダンでこっちはハッチバック、はいはい、であとは、LED ヘッドライトとダイナミックターンインジゲート、あの大好きな、確かにね、あとはなんとカーボンブレーキ、はい、ちょっとさリモコンで開けるって書いてみて、そうするとヘッドライトがシュッシュッ、いいね、もう一回あ、もう一回開けちゃったから、じゃあ閉めるわ、いや閉めるは、閉めるはなくてハンドはなってるかもしれない、あこれでどうですか今、これで、あ今もシュエってなった、はい、開ける、あ早いね、はい、閉める、なるほど、鍵はどんな鍵でしょう、鍵はもうちょっとこれあのカバーついてますけど今まで通りなんとジャックナイフ式、変わんないんだずっとそれ、はい、TT とかはあの普通あれですよね、こういうジャックナイフじゃなくてあのトワイスの、トワイス、あとは、カーボンブレーキ、はい、これねすごいね、このさこのサイズでカーボンブレーキってどうなの、消えちゃうんだね、あれ400馬力、はい、あーカーボンブレーキすごいね、カーボンブレーキがおいくらですか、66万円うん、まあ他のメーカーからすれば安い、まあそうっすですね、はい、高いけど、はい、はい、でフロントサイズが235、はい、で後ろが、あれ後ろカーボンじゃないんだ、フロントだけだカーボン、235の19、リアが235、35の19、はい、フロントだけだね、カーボンはね、そうですね、はあはあ、でフロントだけで66万円、はい、まあまあやっぱ値段するんだねカーボンね、そして内装です、はい、はい、ね、ミノさんじゃあちょっと座っていただいてよろしいでございますか、はい、手動で左側が前後で右側で、はい、ギコギコヤリー、あポルシェと一緒だねその辺はね、ちょっと硬いけどね、はい、OK です、はい、でエンジンをいきます、はい、かっこよくね、あーいい音してる、 A45S って感じだね、うん、うわーメーターパネルのさあのナビゲーションのところもかっこよかった、今ね A3 の、あ RS3 のマークがあって、はい、そして私後ろ乗ります、後ろはこんな感じです、ちょっと内装が黒なのでちょっと暗いかなと思うんですけど、ちょっとこっち側開けてみましょうかね、はい、いいね、スピーカーも B&O の僕の大好きなバング&オルフセン入ってます、これいいっすよ、はい、では座ってみたいと思いますね、おおその感じは狭そうですね、どうですか見た通りの、まずまあ何ていうか座った時のこの長さですかね、全長とは全長までいけませんけど、このサイズ天井は思ったより高いです、全然余裕があって、この座高の高い私でも10センチぐらいは空いてるかもしれないですね、うん、うん、そこ結構まあゆったりめ、まあいや、まあ、ゆったり、まあ、普通ですね、ゆったりはしてないです、普通、はい、じゃあちょっといいですか、はい、そしてこっちからまたアングルで撮ります、はい、はい、今、まあね、シートはこういう感じです、はい、で私の足がこうありますので別に膝がついてしまうってことは、まあ、ふんぞり返ってない限りはない、はい、そしてこういう感じでこう首と、はい、じゃあまず前の方からちょっといろいろ開けてもらっていいですかね、前の方ナビ、はい、あれですね、あのドリンクホルダーとか、はい、これも灰皿はないですよね、もうこの辺はね、ないですね、もうカバーもこれはなく、はい、カップホルダーが2つ、なるほど、はい、で奥に 12V のソケット、はい、皆さん大好きなねソケットが入ってると、はい、でここにはもう何もなく、何もないんだね、はい、もうここになんか小物を置けますよっていう程度の、ない、はい、そしてこのままずる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 っといって、MMI の機能があって、マサユキ I と、はい、
はい、そしてコンソールボックス開けるとこれはちょっとあこういうふうにスライドしてなるほどスライドはいでオープン開くよとでここに USB ですね、はい、これ USB あるよと、はい、あ確かにありますねそれが2口うんはいなるほどでグローブボックスですかはいあちょっと狭めですね。BM 広かったね。はい、アウディはこ大体こんなもんですよね、いつも。なるほど。で、ここに、ちょっと、頭失礼していいですか、はい、何があるのかなっていうと。DVD? あ、CD? ん ?DVD? CD と SD と SIM カードですかね。あ、CD 入るようになってんだ、一応まだ。はい、そうですね。まあ、多分 DVD も入りますね。なるほど。はい、あと今時じゃないね、このモニターが。もう一昔前の。モニターじゃないなんかこれってでも A1、A3 って大体これですよねあと、Q3 とかなるほどこのちょっと格納式のやつ、うんうん、でトラクションがあってハザードがあって、ね、パークセンサーよろしいですか美濃さんはいではまず普通にお願いしますはいまずコンフォートモードでで、スポーツモードはどうでしょう、はい、次、ダイナミックモードってやつですかね変わったはいこちら、RS3 のトランクですまずは電動がついていない手動でございますはい結構小さめでございますね、はい、でこちらの下開けるとバッテリーあとはテンパーですかねこれはあ違うの工具ですねこれはね工具が入っていてあとはコンプレッサーなんかが入ってます、はい、あいいねここで止まるようになってるあこれがちゃんとおはようございます、ね、これいいですねこれはいそしてこれ入んなそうじゃないまずドライバーだけ1個入れてみる、はい、ドライバーの説明に関しては、前回収録した BMW の X2 編であ入らない入らないドライバー入らないもうそうなったらこっちしかないこんな感じ入んないね小さいねやっぱねじゃあ逆にウッド抜いてしまってカバン、まあ、バッグウッド抜いてのあ入る、はい、やっぱこうまあでも2バックもきついねかなここで検証してみましょうセダンあるセダンセダン入れてみましょうこれって何メートルとかっていうのあるのかね40僕のドライバーは 44.5 インチなんで、うん、センチで言うと分かりませんサスペンション入ってるこっちはなんか逆に言うとすっぽり入りそうな、ね、奥行きがすごいあるねこっちは、はい、なんでまずドライバー美濃さんのこの45インチ 44.5 インチですね 44.5 インチ横はまあ入らないけど斜めは入るあもうじゃあ全然入る全然余裕ですねねやっぱゴルフ行くんだったらセダンだねハッチバックはワゴンはまた別としても、はい、ハッチバックとセダンで全然トランクサイズ違うね、はい、長さが違うわけじゃないっすよね意外とさハッチバックの方が入るかと思いきや、はい、こっちの方が入るんだねこっちの方が入るうーん高さがないけどねその分ねまあここの高さはないですけど別にでもそんなにね、用途によっては、はい、結構さゴルフ場行くと多分さスポハッチバック系も多いよねいや多いですよ、うん、でもやっぱりセダンの方が、ね、サイズがね一応ゴルフバッグも一応いいですかあじゃあこれも入れてもらってのあ、まあ、でもドライバーを入れたままでもギリギリ入るかね、はい、閉まらない逆でしたね。こっちをお尻突っ込んだ方ですね。ああ、そうだね。はい。
こうして。そうすると、はい、入る？なるほど、はい、でせっかくなんでちょっとおまけです。ちょっと前に出してもらって。あ、前に出しますか。このマフラー音聞いてみますか。はい、はい、ではこれ皆さん今普通ノーマルモードですかね。ちょっとお待ちください。でちょっとまあ軽く吹かしてもらっていいですか。じゃあはい、コンフォートでいきます。いいじゃないですか。はい、でスポーツモードを。はい、なるほど。音はそんな大きく変わってないけど、やっぱり車外マフラーによって吹き上がりはかなりいいね。あ、それで待って、そのままハザードをやってみてもらっていいですか。はい、こういう感じですね。セダンタイプになると、まあ、フロント一緒でしょうけど、一応バック、はい、OK です。はい、前もこういう感じ。前は多分一緒だと思いますけどね。はい、こちらが2018年、走行距離が8000キロ、同じ感じだね。そうですね、向こうは7000キロ、こっちは8000キロ。でも純粋にハッチバックかセダンかね。で695万円、向こうが688万円。あ、どっちにするって感じだね。でもトランクのこと考えちゃったらもうこっちがいいでしょ。もう僕はこっちになっちゃいますね。はい、OK です。はい、ではライトオフ。今オフになってます。はい、でライトスモール、異常なし。ロー、おー、もう一回スモール、あーいいね。でライトオン、あーいいねいいねいいね。はい、でウィンカーハザード、うう眩しい、結構眩しいですね。はい、まあ、フロントフォグないと思うんで、まあ、あとはハイビームですか。おお、いいね。ハイビームの状態でハザード、わあ、これがもうある意味フルオプションみたいな感じだ。その状態でスモールにしてみて。この状態でスモール。ああ、でパッシング。ああ、なるほどね。はい、OK です。で優しい本。強めの本。ああ、ボリューム調整は、うん、ないに等しいです。はい。ではライトオン、はい、ブレーキ、おー、はい、ウィンカーハザード、ん、お、はい、バック、はい、はい、リアフォグいきます。はい、あ、そこはね OK です。はい、ちょっとね今日天気が、はい、なんか少し今小雨になってきたかなと。そうですね、思いますけども、市場の方安全に、はい、よろしくお願いします。お願いします。背が高いヤーツ、はい、ちょっと待って、暑いね、21度ぐらいにしておきましょう。で、あ、いいね、ハンドルはやっぱかっこいいね。アウディのハンドル好きだな。そういうのない？いや、そのちょっとレーシーのやつ好きですよ。うん、あ、いいじゃんハンドル。この辺かな。おお。あー、なるほど。なるほど。あー、乗りやすい、もう分かった、すごく乗りやすいことがすでに。あー、なんかすごく乗りやすい。乗りやすいですか。うん、すごく
あ、これ俺 A45 より好きかもしれない、もしかすると N2 よりも好きかもしれない、もしかすると。でも、あ、そっか、ライバルはそのあたりですもんね、うん、あー、やっぱでもナビが嫌だねこれね。そう、確かにナビはありますね、うん、もうちょっとナビにもお金かけてほしいよね。これだってあれでしょ、新車で780万とか、新車で735万くらいにオプション別ですから、オプション結構入ってるもんね、カーボンブレーキといい。これ800万軽く超えてきますね、軽く超えて900ぐらいまで乗る。900まではいかないかな。あ、なるほど。で今が2年の7000キロ走って688万円。値段はまあ下がんないね、はい、さっきの BM は半額だったからね。やっぱ RS とかになるとやっぱ下がりが少ないですよね、うん、それはあるね。確かにね、そうだよね、 RS になるとそうだよね、値段下がんないよね、はい、だから足元広、 A45 とかも全然普通の A クラスに比べれば値段残ってますし、うんうん、これなんかいいね、これなんかちょっと芸術を感じるんだけど、なんか僕はその手がもういやらしさを感じますそうかな。あ、はい、これ今どっちですか。ああ、まあ、今コンフォートだったんですね、はい、ああ、俺これ好きだな。なんか好きな車ってすぐ分かるね。ああ、でもあ、すごく好きこれ。あ、好きな感じですか。うん、乗りやすい。そういうの大事だよね。なんかね、これやっぱね、乗った時のなんか人って会って何分で分かるとかっていろいろあるでしょ。あ、はい、それと一緒でね、乗ってもすぐに、あ、好きそういう車だね、これは。うん、うんうんうん、いいと思う。じゃあ総評いきます。はいいやー、でもいいな。これ今何モードだったっけ。これ今コンフォートモードです。あ、でちょっとスポーツモードに入れてみますか。はい、ドライブセレクトで、あ、オーというのがある、ダイナミックか。はい、おお。あ、これ好きです、この感じ好きです。あ、音、はい、うーん、楽しいって感じ。ポルシェだったらここにね、ちょっとね、空洞に合ってるよね、なんかもう最近ので、ここにね、はい、シートヒーターじゃなくてステーリングヒーターのスイッチがついたりして、でちょっとパドルシフトがちょっと大きめね。そうだね、パドルシフトもうちょっとね、とんがってて大きくてもいいな。俺なんかハンドルデザインさせてくんねえかなあ、いいな。でも逆に、あ、そっか、自分でデザインしたやつつけれますっていうオプションはないですよね。確かに、これカスタムあったらいいね、うん、はい。でもハンドルは場合によってはね、法律に引っかかっちゃう場合もあるからね、難しいですよね。このなんか何センチがあって何とかって、丸じゃないといけないってわけではないみたいですけど、まあ、それこそナイトライダーの時に ねコンティアック、ファイヤーバードでやりましたけど。おお。そしてエアコンめっちゃ冷えるね、これね。ちょっと寒いよ。マジか、全然僕、暑いっすけど暑いんだそれジャケット着てたからだよ。あー、いい。でも硬い感じがすごい伝わるんですけど、操作しやすい。確かに硬さはあるね。でもね、アウディってわりかしどのモデルも硬めだと思うんだよね。そうですか。うん、さすが結構硬めだと思うんだよね。僕 BMW が一番硬いかなと思ったんですよ。あー、でだいぶ引っ張るね、これね。ダイナミックは今入れなくてもいいや、はい、これでインディビジュアルです。やっぱね、街乗りコンフォートです。はい、ちょっとここでね、こうやってメーターの中の情報が見れると、はい、空気圧、まさ結構空気圧つくのよ。本当ですか。あー、やっぱ違うね、フロント3、リアが 2.7。 あー、まさと逆だ、うちのどっかし。
え、そんな空気圧つけます？つくね。3回ぐらいついたね。もう本当タイヤパンクしてんのかな。あです。すごい、タイヤの温度まで出るんですね。ね。そんな26度もまだいってるかね。そんな温まってないと思うんだけど。でもあれ、あのレースとかさ見るとさ、タイヤってもう溶けるぐらいまで熱くするって、はい、そうっすよね。ね、すごいよね。あ、ここでもできた。あ、これをそう、あ、OK、そういうふうに設定してる。だからここだと遠いんで、やっぱ、ね、ステアリングのところで設定しないと。そうだよね。分かった。分かった。おお、いいね、いいね。このメーターパネルの変わり方もいいじゃん。シュッ、シュッ。いいね。バーチャルコックピットって感じだね。ああ。うう。ナビ画面はそこになるんですね。うん、これでビューを変えて。ああ、いいじゃない。昔さ、TT がさ、はい、一緒にやってるんだよ。はい、ここにナビがあるっていうのは結構見にくかったっていう僕はね印象を受けたんですけど、はい、それはやっぱ未だにそう思うね。やっぱナビはここがいい。ここだとやっぱ全体のこの視界が見えるけど、こっちだとなんかねシュワって一気に視野が狭くなっちゃう。そこだけに集中しちゃうんで運転しづらいんですよね。僕もチラッとは見れるんだけど、だから TT とかだとここにテレビ画面とかあったじゃないですか。うんうん、あれとかちょっと嫌でしたもんね。まあでもね、慣れはあるんでしょうけど、ちょっとね、ちょっとちょっとって感じだよね。まあでも助手席も足元は十分広いですし、いや運転席も広いよこれ、相当広いよこれ。左足側さ、かなりさ外側まで行くよこれ。珍しい、こんなスポーツタイプの車で。そして後ろは、ああ、いいんじゃないか。うん、後ろにもドライブレコーダー。あ、これドリンクホルダーじゃない？これですか？うん、違う。救急ベスト、チャッチャチャッチャチャッチャッじゃないですか、多分。なるほど、確かにね。じゃあ僕が気がしますよ。ダイナミック入りました。おお、風も強そうだ今日は。あ、全然変わりますね。うん、引っ張るね。なんか2速で、ほんと今低速で走ってるんですけど、引っ張るな。ダイナミックだとマニュアルモード故障してますかっていうぐらい。あ、今スポダイナミックのスポーツモードにしてたからってことですね。あ、待って、え、そういうこと、はい、これで今ダイナミックでしょ、はい、今インディビデュアル、スポーツ、コンフォート、あ、ドライブ、あ、で、オートでこうなってダイナミック入れると、あ、ダイナミックだとスポーツも一緒に変わるんですよ。なるほど。これはちょっとなんか踏ん張っとかなきゃいけない気がしてきたな。気が入ってきた。はい、いいね。でもタイヤの温度を確認できるっていいねこれね。ちょっとそれ楽しいですね。うん、こうして今タイヤが、あ、フロント28、30のリアが26、26、前の方が熱くなるんだな、やっぱエンジンがあるからかなみたいな。面白いねこれ。なんかいいね、タイヤ温度が出るって。ちょっとじゃあ踏んでみよっかとかって言ってね。それでもまだずっとこうやったらさ、ほんとその温度上がるのかね。こういう運転あんま良くない。今上がりましたよ。ほんと？でも実際そうやって上げていくんですよね多分。うん、音がないんですかね、まだね。R8 みたい。これちょっと良くない？これちょっとねえ、 R8 乗ってるみたいだったよこれ。開けたい、目が覚めた。皆さん、ロペライオンの方が言うんだから間違いないよ。本当 R8 みたいだってこれ。 R8 の V10 とか V8？ すごくない？ V10 の半分だから動きとってたよ。
おお、ほらすごくないって感じだね。ああこれいい、これいいとね、お釜になるっていう。うわー、これはいいよ。これ音最高じゃん。どんな音してんだろう外だと。ああ、もう好き。あ、早い。ああ、いいよこれ、面白い。なんか久しぶりにいい笑顔出ましたね、うん、ね。水温計が99度になってんだけど大丈夫かな。結構高めだねこれね。まあ大丈夫じゃないですかね。うん、あ、いいよこれ。ちゃんと高かったにしよう。あ、いい、トルクがあるんですかね。いや、音って大事だね。音でもこの R8 の音とかだったとしてもそれだけで欲しくなっちゃうかもしれない。でもね、エンブレあんま聞かないね。音はまあまあ音するんですよ、はい。で、今フロントタイヤ見てますよこれね。どうなんでしょうね、このグレーキャリパー。グレーキャリパーでホイールもグレーじゃないですか、うん、あまり目立たないんじゃないですか。目立たないかな。そしてリア見てみましょうね。リアはこういう感じですよ、はい。で、リアのチー、そう、で、リアテール行きますね、次は、はい。これ今ライトついてるか。今オートです。あ、オート、はい。こういう感じになってるわけですね、はい。で、ここでウィンカー出しますよ、後ろのシーケンシャル。こう出るわけですね。これもまたいいですよね。いいですね。ああ、いいじゃん。水温が100度超えた。100度だよ。超えてはない、100度ですね。結構厚めだね。あ、で、タイヤの温度も上がったね。フロント30、32のリア28、27。あー、いいね。温まってきてんだね。雨降ってるけど。そしてトンネル入ります。あー、いいね。このハンドルも操作しやすい。これいいね。クイッ、クイッ、クイッ、はい。で、内装はこういう感じですね、うん。あー、やっぱこういうところが白。あー、いいね。この辺は光らないですね、やっぱ。確かにね。まあ、この辺アウディっぽい感じです ね。後ろもこういう感じになります。もうちょっとアンビエントライト欲しいですね。さあ、そしてトイレじゃねえ、トンネルです、はい。ちょっと開けていいですか。開けましょう。はい、で、一番開けてで、ダイナミック入ってるんで、ちょっとパドルでシフト。お、勝手にショートダウンしてくれた。やれってことですよ。いいぞ。うわうわ、ハンドルいい、すごくいいこのハンドル。あー、なんかちょっと知ったかしたくなるな、これ。いろいろ、あー、いい。ハンドル操作すごいよ。これなんかね、ちょっとね、踏んだ時にね、切るとわかるけど、うわー、なんか、すごくね、臨場感のあるゲームのハンドルを操作してるような、うわーっていくね。じゃあ、そういうサポートがついてるんでしょうね。うん。これがスモールの状態ですね。はい。はい、スモールからの、ロー。ローに切り替わるとこういう感じのライトになります。はい。で、このまま横に行きます。サイドビューはこうですね。ちょっとだけ距離上げますね。こういう感じのサイドビューです。はい。そしてリア行きましょう。はい。リアショット。はい。トンネル入るとこういう感じです。で、この状態でパドルを使って2速ですよ。
続きましては箕田さんの運転にチェンジしたいと思います。はい、あ、なるほど、なるほど、入った、はい、なるほど、そういうことですね。これどういうこと？ちょっと走りそうな感じのステアリングしますね。ああ、なるほど、そういうことですね、はい、軽いな。足元広くない？結構広いっすね。なんか足元を広しって感じだよね。立ち広した。うわー、大丈夫でしょうこの子。怖いよ。右ハンド。おー、スピード出すね。怖い。ちょっと恐ろしい。結構あれだね、大きい車はグイグイ行くくせに小さくなると慎重に行くんだね。はい、あの逆にじゃあ右ハンドルだともう僕分かんないです。あー、そっかそっか、はい、なるほど。左ハンドルしか、左ハンドルだったら別に左さえ気にしてればもうどうにでもなるんですけど、でも A7 も右だったもんね。はい、それで一回コツって当てられましたからね。あ、そうなんだ、ああいう感じで対向車線で。カーボンちょっとしかないね、なんかね、はい、こことここと、ここはカーボンじゃないですもんね。ね、オプションで入れてんだったらもうちょっとカーボンらしいよね。ちょっと僕もダイナミック入れていいですか。はい、これこっちでしたらどうなるか。スポーツのコンフォートってことなんだ。なんかハンドルが重くなるとかあんまないですかね。あ、でもコーナー曲がってる時はちょっとダイナミック入れるとやっぱ重くなる、うん、なんか、うん、すごくいい具合のなんかね、言葉では表現ちょっと難しいんですけど、うん、操作感。確かにこれは速いぞ絶対ね。いいでしょうね、多分ね、ふわっとね、こういう感じですね。でちょっとメーターパネル変えてみて、この左側のビューっていうボタンですね。はい、こうなって、はい、こうなって、こうなって、こうなって、くーなるわけですね。燃費が、燃費、はい、6.9 ですね。まあちょっとね、今やっぱ踏んだりとかスポーツモードってやってたりするからっていう、頑張って10ぐらいな感じでしょうね。そうですね。ちょっと一瞬の加速だけさせて。どうぞどうぞ。カメラがびっくりするぐらい。おーおおお、これはちょっとやりすぎたな。直進で進む時のこの安定感は何ですか、 AMG とかと違って全然ドシッとしてますよね。うーん、 AMG ってやっぱちょっとお尻振るようなイメージあるじゃないですか。まあ確かに、その辺、まあクワトロっていうところもあるよね、はい、だからその辺はさすがだな。まあでも今の AMG のフォーマチックだもんね。でもね、フォーマチックプラスだからね。でやっぱアウディの安定感はやっぱ抜群だね、はい。面白い感じする？あの面白い感じはします。逆にちょっと山登ってみたいですっていう。でも逆に 僕の本音は助手席だとちょっと
助手席嫌だったんです。あ、運転してたい。いや、運転してるけど助手席になると気持ち悪い。あ、なんかわかるか、それわかります、うん、この青が結構綺麗にこれ映えるんだろうね。これで天気良かったら綺麗だったんですよ、ね、いや、この曇りでも結構いい感じだと思うよ、この青は。うん、あとはやっぱこのブラインドスポットが、鏡の中じゃなくてこの根元にあるのが僕見やすいんですよね、前の青いで申し訳ない。なるほど。うわー、怖かったー。おー、アルファ147とかかな、いい音してたね。はい、それでは総評に移ります。はい、では皆田さんから見た目。見た目、はい、見た目は 4.2。 はい、さっき 4.5 でしたけども、これ 4.2 と。はい、はい、その心は。その心はですね、セダンも好きっていう。なるほど、はい、セダン好き。セダンも好きだなと思って、形、あの形なんか好きだなと思って。ああ、あとはもうやっぱこういうヘッドライトとか、はい、あの単インジゲートランプとかってさ、はい、やっぱかっアウディってかっこいいなと思ったんで、うん、ただまあちょいこういう内装のところどころのおチープ感をちょっと見られたかなっていう。ああ、チープなんで、はいはい、なるほど、わかりました。はい、そして走り、走りは4.8 です。お、高いですね。やっぱこの、はい、ダイナミックモードにした時の走りはもういかにもなんかレーシーだなって感じたので、うーん、面白いですし、この安定感っていうところも全く怖さを感じなかったかなっていう。なるほど、はい、はい、4.8。 はい、はい、価格、価格、まあ RS だから多少やっぱ値段が残るのは仕方ないのかなとは思うんですけど、もう僕的には 4.。 うーん、面白い、あの、なんていうんですか、車としては非常に面白いんですけど、このコンパクトサイズ感の中で言うとちょっともうちょっと安ければ面白いなみたいな。もうちょっとってどれくらい？例えば、うん、500万前後。あ、500万前後は年内厳しそうだよね。まだまあ厳しいだろうなと思います。来年末、はい、1年ぐらい経って100万円下がるかなっていう感じがね、はい、同じ。もしこれカーボンブレーキ入ってるんで多分高いところはあるんですけど。なるほど、はい、わかりました。フィーリング、フィーリング100点満点で、フィーリングは65点なんです。あ、ちょっと低いですね、はい、というのもちょっとこれ自己満足で終わっちゃう車だなって感じちゃったんですよ。おう、というのも、まあ、助手席に座ってた時に、はい、あんまり、ま、同乗者に優しい車じゃないなって。あ、乗り心地、乗り心地も乗り心地も、なんていうんですか、硬、まあ、いし、まあ、レザーシートだからか分からないけど、なんか滑るなとか、落ち着かないなみたいな。65、はい、65点、はい、で最後買う買わないというところで、買う買わないって言ったら買いません。なぜ、ゴルフバッグ買えなかったじゃん。そこですか。そこです。まあ、しょうがない、はい、得しましょう。じゃあ私ですけども、はい、見た目、うーん、 3.8。 3.8、 あら、僕ね、見た目は正直 CLA とか、まあ、BM の M 系のモデルとかの方が、
なんかね、やっぱスタイリッシュな感じはした。おー、なんかどうしてもこの A3 ベースのスポーツバッグっていう印象がなんかとっても強いんで、RS というグレードになったとしても、ね、ちょっとまあ仕様は違うんだけども、なんかそこまでスポーティーさを感じないというか、あの、え、RS をもっと主張した方がいいってことですか。うん、もっともっと。だってこのボディ形状がなんかそんなスポーティーなボディ形状じゃないじゃん、なんか、はい、シクシャショッペ、はい、しゃべったくもないし、はい、だからこそなんかもうちょっと上にちょっとね、アクティブな感じのなんかエアロとかカーボンみたいなものがもっといっぱいふんだんにあったら、なんかもっとスポーツカーっぽいのかな、 RS なんだなみたいな感じましたかなっていうふうに感じたんで、はい、まあ、ちょっと気持ち低めの 3.8 で、乗り走り5点。あ、もうだずっと言ってましたもんね、5点。もう R8 みたいですよ、はい、なんかね、音ってこんなに大事なんだって改めて思いましたよ、はい、うん、確かに何でしょう、先日ね、あのマクラーレン 570S をレビューさせていただいた時にもですね、はい、レビューを見ていただいて、ね、通信販売でもう見ないで買うよと、はい、時代で買っていただいたお客様、まずありがとうございました。はい、でやっぱり、ね、あの担当の営業が、ね、どんな質問を受けたって、ね、僕を質問した時にやっぱ音気にされてましたねという意見も一つにあったんですよ、うん、はい、で、あ、やっぱ音ってでも大事だよね、でも動画って音って、まあ、伝わるんですけど、フェラーリと比べてどうなの、ランボと比べて音どうなのみたいな、そう比べた時に、はい、あ、確かにそういう説明は欠けてたなと、はい、でこのアウディに関しては何と比較するかって難しいんですけど、本当にね、 R8 と似たような感じの音だったんで、あ、やっぱり、まあ、そこでまず持ってかれたんですね、ハートを、うん、え、じゃあ逆に、はい、あの AMG のあのネリッター系の、まあ、バチバチ系、はい、であれもあれでいいっす。でも R8 もあんまりバチバチしないじゃん、なんかアウディって、まあ、ちょっと R6 かバチバチ昔してたんだけど今わかんないんですけど、はい、なんかそこじゃない気がするんですよね、なんかもう太くて、まあ、機械音が大きいんですけど、はい、なんかもうあーみたいなそうそう、だからそういうところがね良かったなって思ったんで、僕は5点ですね、はい、まず音が良かったです、本当に R8 みたいでした、はい、で価格、まあそこまで値段下がってないですね、まあ、さっきの BMW がちょっとねインパクトありすぎたというか、はい、ね、半年になってたっていうのもありますけど、これは2年7000キロ乗って半年ではないですけども、それに近しいぐらい、ん、近しくないですね全然、オプション入れると200万円ぐらい下がってる感じになるんですね、まあ200万下がってないか、150万くらいですか、150万円ぐらい下がってる。あ、まあ確かに RS シリーズはね、まあでもこのパフォーマンスの走りがこの価格で乗れるんだったら僕ありだなと思うんで 4.8、 はい、そしてフィーリングに関しては、うん、まあ、見た目うんぬんありますけど80点、はい、よかったですね。なんかいいな、なんか最近なんかね、どりゃこれスポーツカーやーっていう車よりは、はい、こういう小さくてスポーツな車を乗ってる方がなんか楽しいなっていう気になってきたんですよね、はい、ということで80点。そして買うかないかっていうところで言ったら難しいけどな、僕でもアウディってね、あんまり処理したことないんですよね、検討車種に入ったこともないんですよ、うん、だからね、僕はアウディ一応買わないかなっていうところあるんですけどまあでもね、面白いな、もっともっとこのアウディを知るともっともっと好きになるんだろうなっていう可能性を秘めた車だなと。僕はだからアウディ、まあ、A7 だったじゃないですか、うん、作りは本当いいなって。まあね、その後エスカレートとか乗ってるからね、はいはい、それと比べたらもうなおさらいいなって思い始めますよね。エスカレートをディスるわけじゃないですけど、はい、やっぱりちょっと違うよね、はい、質が、質はやっぱいいですよ、うん、ね、だから、うん、僕もね大好きな車なんですけど、まあ、自分が所有するかといえばまあちょっと、ね、でもね、やっぱ、ね、ゴルフバッグ入んなかったし、ゴルフされない方は別に、ね、気にしないと思いますけど、はい、やっぱセダンの方が入るんだったらそれはセダンの方がいいかなっていう風になっちゃった、はい、そうですね、同じ価格帯で買えるし、はい、ということで今回のレビューは2018年モデルのアウディ RS3、 こちらをレビューいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。